こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、バラードを演奏していくわけなんですけど、実際に電子ドラムでバラードを1曲演奏してみました。これ別ファイルになって後で上がると思うんですけど、で、バラードって、まあ、ブラシでこう、僕もそうなんですけど、こうテンポ遅いからこうやってやっててこうなんかこうコネコネコネてて早く終わんねえかなみたい な, なんかこの間そういうふうに思ってたって言ったら、ギターの子に「そんなこと思ってたの?」って言われたんですけど、まあ、ギターとかね、そういうこう他の楽器はバラードで楽しいじゃないですか。でもドラムってやることないから、こうリズムをこうねこうでどんどん重くなっていくし、なんか面白くないなっていうふうに昔本当に思ってました。だけど、バラードはやっぱコツがあって、基本はこれが分かるとすごい気持ちいい、まあ他のファイルでもやってるんですけど、動画でもやってますけど、結局大きな長いスイングなんですよ。そうね、だからすごく大きくジャンプする。だからなんか慣れてくるとものすごくスピード感があって、ヒュン、だからこうここが大きいトランポリンだと思ってね、でここをこれが自分だとして高く飛ぶ、幅が広いからすごい高く飛ぶ。そうするとトランポリンでこうここが面白いわけじゃなくて、ここが面白いでしょ。対空間がめっちゃ気持ちいいんですよ。でここはゆっくりで、ここにどんどんスピードが速くなっていくね、等加速度運動ってやつですね。あれずっと速くなるのっていうあのコメントいただきましたけど、いや違う、ここまで速くなって当たったらまたこう遅くなるってやつね。いわゆるその振り子の原理ですよ。でその感じ、ね、僕よくあの言うんですけど、あのディズニーシーのなんだっけ、ディズニーシーのあそこのこのマウンテンの手前にね、ガリレオの部屋ってあるんですけど、あそこに大きな振り子があるんですよ。あれを見た時に、あ、ジャズバラードだと思ったことがあるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、バーンヒャーンって大きい球がビューって揺れてるようなイメージ、あの感じです。でバストラは、まあとりあえずバストラはできればまあこうで、ベースはどっちかと2ビートに行くんですよ。だからワン、ツー、スリー、フォー、こうね。で、ツービートに行くので、バストラはドン、チャ、ドン、チャ。でダンスバラードって言われるやつがこう四分音符、テンポ80ぐらいのバラードの曲なんですけど、今回はまあ普通のゆっくりのバラードの話なんで、バラードだとこれ大阪さんに教えてもらったんですけど、ブラシをやるときは要は手でリズムをこう出そうとしてるとすごいしんどいから、結局足でリズムができてればもう手は飾りなんだよみたいな。やめてもいい。っていうような感じイメージですね。なのでバスドラでこう出進行させていくっていう感じ。なので僕結構あの電子ドラムだけどバスドラ軽く踏んでます。こうね。で売店を使います。これはあの他のまたファイルでまた説明しますけど、要は倍の2ビートみたいな、ここまでいっちゃわないじゃなくて、でまあだんだん僕もスティックを押さえるようになってくるんですけど、押さえると重い音が出るから、分厚い音が出るから、こういうふうになってくるんだけど、基本は上にジャンプしてる。で押さえるときはこう回転をつなげるイメージなんですよ。そうすると音が重くつなげる感じなんで、でも最初は上でつなげた方が分かりやすいので、こうやってバラードを、裏拍なんか別にあってもなくてもどっちでもいいんで、売店に行けないと、で売店に行かないとずーっと3年の呪縛から外れれないんですよ。基本はやっぱりこのリズムから来てるからね。だから基本はこのテンポで考える限りは3連しかできないんですよ。だから売店に行くといきなり幅が広がります。だから2、3、4、1、
回転に行けば普通のミディアムのスイングだから、ミディアムのスイングのフィール全部使えるようになるわけね。そしたらまあエバンスなんかもやってるけど、エバンスなんか4倍速みたいな感じで、バスドラはこのように軽くねこう踏んでいきますっていう感じですかね。だから途中で僕はアズタイムゴーズバイを、4ビートから、まあ、要は2ビート、ゆっくりの2ビートから、まあ、倍の2ビート、ベースもちょうどピアノソロの2段目のところからベースが2ビートで倍の2ビートで行き始めたんで2ビートにしました。でも結局こうやってやってる時もフィルインだけ倍点に切り替える、これと遅いフィルインで軽快なフィルインにしたかったらワン、つまり売店にパッパッパって飛び乗れるとバラードっていうのは全然うまくいきます。で今回はねわざと電子ドラムでやったんで、このスティックでこれでできたらこれをブラシで表現してるだけです。なのでブラシでこう擦ってってこう遅いなじゃなくて、この今のシュインシュインってやつを、これをこのスイッシュっていうね、この擦るやつで表現するわけです。だからこれでこういう風になってるのを表現して、回転になったら戻して、これ3拍子だ、ワンツースリーワンワンエンツーウーワン、こう大きいファクの中にうまくはまる倍点と、そのさらに倍点ぐらいだから、速いテンポとバラードってすごく似てるんですよ。でそれができるようになったらミディアムもどっちにもスイッチできるんで、ものすごく幅が広がります。なので基本的にはまあわざと電子ドラムでやってみたんですね。なので電子ドラムだけでもできるんですよみたいな、ブラシ使わなくてもバラード全然できる。その大事なのはこうただただこう点を叩くんじゃなくて、その点と点をつなぐ空間のこれを表現できたらバラードってめちゃくちゃ面白くなる。ヒューヒューヒューラタタタタンウカタントントンタタトトントンみたいな、この対空してるとこを自由に飛び交うみたいな感じなのがバラードなんですね。だからバラードってめちゃくちゃドラム的には僕大好きですね。だからバラードってものすごくこう拡張性があるし、ものすごくスペースが広いからもういろいろ遊べるんですよ。ところがその点だけで考えてるとすごく遅い、ただの遅いっていうか、こう時間待つの大変みたいな感じになっちゃうんで、ここの発想がスッて切り替わるとめちゃくちゃうまくいくと思う。だから結構僕は最初スティックでバラードをやること練習することをおすすめします。それを結局うまくできるようになったらブラシで表現するだけなんでっていう形で考えていただければと思います。というわけで本日は以上になります。これのリンク、関連リンクでその実際に電子ドラムで叩いてみたやつが、この別ファイルで動画用意してますので、多分関連のリンクのところに貼っておきますし、多分もしかしたらこの辺に出るのかな、出るのかもしれないですね。それでピッて押してもらったらそれをそのまま見ていただけると思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。